第五輪のレートラクター側カプラ第五輪は、牽引自動車の連結装置のこと。本校は、特段の断りがない限り、日本国内において用いられる同連結装置についての説明である。第五輪は、馬車時代からの用語である、フィフスホイールカプリングを和訳したもので、自動車部品としては、トラクター側がカプラ、トレーラ側がキングピンとなる。キングピンのサイズは、 2インチと3.5インチがあるが、3.5インチは一般的ではない。車両後部に第五輪荷重キログラムなどの形式で最大荷重表示が掲出されており、これは貨物自動車でいう最大積載量表示に相当する。連結はカプラのロックが解除された状態でトラクターが交代でトレーラに連結することで行う。 ロックの解除の手順は蒸気画像のタイプの場合、右側に見えるレバー状のハンドルについているワイヤーを引いて、さらにハンドルを完全に引いて、ロックが解除されているか確認する。ついで、トレーラーとトラクタの中心線がほぼ一致するようにトラクタをバックさせる。その際、中心のズレ角度やズレ寸法は最小になるようにする。ただ、トレーラーのキングピンプレートは、 トラクタのカップラより多少低くなるようにランディングジャッキなどで調整するようにするのが望ましい。また、連結を確認した後、ごく低速で発進し、完全に連結していることを確認する。現行の車両の場合、トレーラ側にブレーキホースをつないでいない状態や、トレーラ側のブレーキエアがなくなっている場合は、ブレーキがかかるようになっている。もちろん、 ブレーキホースをつないであって、エアタンクにエアが入っていても、トレーラ側のパーキングブレーキが作動していれば、やはり発進できない。その状態にて軽く引っ張ってみて、連結状態を確認するのが確実である。ただし、古いトレーラである場合、パーキングブレーキがワイヤ式であったりすると、トレーラのエアが完全になくなっていると、ブレーキがかかっていない状態になる場合があるので、注意を要する。 連結が確認されたら、ブレーキホースや、トーカルイのコネクタ、ABS、EBS のコネクタを接続する。また、機種によっては、広報監視カメラや、各種電力ケーブルの接続が必要な場合もある。解決は、トレーラー全部の脚部を設置させ、カプラのロックを解除した状態で、トラクターを前進させ、トレーラーから離れることで行う。解決の手順は、 トレーラーの駐車ブレーキをかけて歯止めなどの安全措置を行う。脚部を完全に設置させ、トレーラー全部がカプラから浮く手前まで上げる。ブレーキホース、トーカルイ、コネクタ、機種により広報監視カメラ、各種電力ケーブルのコネクタを外す。蒸気画像タイプのカプラーの場合、右側に見えるレバー状のハンドルについているワイヤーを引いて、さらにハンドルを完全に引いて、 ロックを解除する。ついで、トラクターを前進させ、トレーラから離れれば完了する。足を出さないままトラクターを切り離すと、トレーラ前部分が落下し、キングッピに足が地面に衝突し、トレーラ全部を損傷したり、重量バランスを失って横転したりする可能性がある。同様の理由で、操作ミスやいたずらなどで連結が外れている、危険性もあり得るため、 運行前に完全に連結されていることを確認するのが望ましい。名ー,ーによっていくつかの種類が存在する。代表例としては以下の通り。いずれもキングピンと直接接触する部品は当然摩耗するが、ある程度調整は可能である。しかしながら構造を知らないで整備される例があり、事故が発生する場合がある。多くは調整ネジを占めれば、 ガタが減るといった間違った認識で行われるものであり、実際はバネで締め込む部品が刺さるものをネジで押さえているのでネジを緩めれば刺さる量が増えるといった一般的な考えと逆の調整が必要であったりするので注意が必要である。ありがとうございます。